はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。まもなく6時になろうとしていますね。はい、デイリー新潮に面白い記事が出ています。半島を読む鈴木隆さんですね。この鈴木さんはですね、愉快なお隣さんを語らせたら第一人者ではないかなと私は思いますけども、お呼び腰の韓国を米国は経済制裁で脅す、ほんまかって感じですけど、西側経済圏復活で中国締め出しを図るというちょっと長い記事なんで、かいつまんでいきたいと思います。米国が西側経済圏を復活、中国締め出しを図る、だが韓国はそっぽを向く、いやするとそれなら韓国にも制裁を加えようと米専門家は主張する。米中の新冷戦を韓国観察者の鈴木隆さん、隆氏が読むと、鈴木さんの言葉ですね。極めて重要なニュースをロイターが打ちました。サムソンに次ぐ世界第2の DRAM メーカー SK ハイニクスに対し、中国工場の最先端化をやめるよう米政府が圧力をかけたというのです。この中身ですね、韓国の SK ハイニクスがより効率的な生産を目指し、中国での大型設備のグレードアップを計画中だが、これが危機に瀕した。関係者がロイターに語ったところによれば、先端製造装置の中国への搬入を米政府は拒絶しているからという。このね、米政府が問題したのは EUV 極端紫外線露光装置、オランダの半導体装置メーカー ASML が独占的に供給していますが、米政府は中国企業への販売を止めてきました。これを韓国の SK ハイニクスが持ち込もうとして待ったがかかったわけですね。で、それにこれに対して SK ハイニクスは当面無色工場に EUV 装置を設置する計画はないと明かしています。米国の言うことを聞いたわけですね。米国の圧力を受け、中国での先端半導体の生産を棚上げしたということでしょう。 SK はマザー工場である韓国リカワですか、日本語で言うとリカワ工場に EUV 装置を導入済みですから、この工場か中国以外で能力を増強しないとシェア競争で遅れを取りますということですね。中国を締め出しているという話ですね。それにこの韓国がこうそっぽを向くかという話ですね。ローマで開かれた G20 サミットの場を利用して、バイデン大統領はサプライチェーン各供給網の強化を図るための首脳会議を主催しました。バイデン大統領は供給網の強化のための国際協力を訴えましたが、中国とロシアは会議に参加していませんと。米国側につくのか中国側につくのかと米国から踏み絵を迫られたと多くの韓国人が感じました。その会議でですね、中央日報の見出し汚い中国製、バイデン大統領が厳しくなった、サンドイッチの韓国はまたも試験台に過去11月2日日本語版が如実に示していますというは、板挟みになってるわけですね。韓国はお前どっち行くんやみたいな。まあ日本も実はそうなんですけどね。バイデンと岸田、忙しい日程でも略式会談。同盟の最も弱い我が韓国、これがですね、保守系紙文化日報がそう書いてるらしいですね。まあ、日本の岸田さんとですね、バイデンさんはローマのサミットで瞬間会談を略して会談しましたけども、同じ場に同じ空間にいたムンさんはバイデンさんに会うことができなかった、岸田さんにも会えなかった、話してもらえなかったということですね。
中国の言いなりになっている韓国でさえ米国側についた芝居を演じさせたと見たのです、うん、これはいや、ほっときましょう。でですね、アメリカの外交、ムンさんがまだここに来て二股、アメリカと中国二股かけてるんですけども、それをですね、アメリカは党に見越してんでということですね。アメリカの、アメリカちゃうわ、お隣さんのチェ・ジュンゴン第一議官が、次官がですね、こんなこと言うてですね、中国は韓国の戦略的パートナーだと規定した上、米国と日本を合わせたより貿易額の大きい中国との経済関係を毀損するつもりはないと明言したのです。つまり俺らは本当は中国なんやと、あっちについてんねんということですね。それにアメリカがカチンと来てるわけですね。これに対してアメリカの一部ではですね、こんなことを言っている人がいます。韓国にとって中国との関係が良い方がいいのだろうが、問題は中間の技術工業製品の取引によって米国の安全保障上の利益が毀損しないかという点だとの批判でした。はっきりと自分の利益を優先して米国の国益を犯すなと警告したのです。北朝鮮制裁を破るのなら韓国も制裁対象にすべきであるとの議論が高まったことがあったからですよと。そのうちだから制裁しますよということを聞かへんやったらということですね。ここでですね、お隣さんはアメリカを味方にして日本を追い込もうとしてるんですけどもと、これまでは慰安婦で謝らない日本とは組めないと言い張ってきましたが、最近は独島の領有権を主張するかと理由を変え始めています。慰安婦カードはオバマ政権時代にすでに米国からたしなめられています。叱ったのは当時国務次官で現在は国務副長官のダブルシャーマン、あのおばさんですね、上品な。元慰安婦は今度は国務長官に抱きつくのか。これはあれですね、バイデン政権ではシャーマン氏をはじめ韓国にはうんざりした外交官が勢ぞろいしているのですと。あの時にバイデンさんが慰安婦問題解決やって言って動いた挙句に政府間合意したのにですね、それをムン政権になってから保護にしてます。パククネ政権の時もそれを守ろうとはしませんでした。そういうのをですね、せっかくこうしたのに何やねんあいつらと言うてうんざりしてると。別にタイヤドということもありますけどね。でですね、さらにですね、日本はその西側経済圏の枠組みに参加するかどうかというところですね。鈴木さんは枠組みに参加するでしょう。11月17日にタイ代表と会談した、タイさん人の名前です。荻生田光一経済産業省も日米が足並みを揃えて、足並みを整えて中国に対抗することで合意しています。ただサプライチェーンの戦略的意味や戦術として実行するための産業的な判断が政府内で、これもいいわ。でですね、最後にですね、このあれですね、佐藤さんという方がいまして、ヒゲの隊長ですね、今参議院議員なんですけど、この方の発言からですね、例の輸出規制の強化がですね、実はその解除寸前まで行っていたらしいという話が出てきまして、で解除、さあこれで解除できるぞという時になって、向こうが WTO に提訴したんですね。それで解除ができなくなったんだというエピソードを漏らされていて、まあそれは多分ほんまねんろと。で、WTO に提訴された限りはですね、日本もそれをされたから解除したというふうにはならないんで、解除できないと。不法な日本製品の横流しを日本政府が指摘し、韓国政府もしぶしぶ認めた。ただそれだと日本に負けたということになってしまうので、
調和では WTO に提訴することで日本に一方的にやられてはいないと国民にアピールしたのでしょうと。でもそれが裏目になって未だに解除できないと。まあアホなことですね、いつもながらに。最後の最後の6行いきましょうか。しかし中国との戦いになるとなりふり構わなくなった米国がこれにうなずくかは、これはですね、あとはここからいきましょうか。佐藤議員の見通し通りなら韓国政府はが WTO 提訴を取り下げれば日本政府は管理体制を元に戻し韓国への EUV レジストの輸出に関しても一件ごとの審査をやめることになります。しかし中国とのなりふり構わなくなった中国との戦いになりふり構わなくなった米国がこれにうなずくかは甚だ疑問です。産業面で中国とスクラムを組み続けようとする韓国に対しては制裁を科そうとの主張が語られる時代です。韓国の横流しを阻止するだけでなくいざとなれば韓国工場で使うEUV レジストの輸出も止め、韓国の半導体産業を破壊する武器を確保しておくべきだと考えるのが普通の戦略的発想と思うのですというところで記事は終わっております。でも長い記事なんで飛ばし飛ばし来たんですけど、簡単にアメリカってのは今大変厳しい目を愉快な友達さんに向けていてですね、場合によっては経済制裁を課すぞぐらいの空気になってますよというのがこの記事の主体でして、それに対して愉快な大人さんは相変わらず空気読んでないねということでですね、このままいけばですね、この西側アメリカがこう対中包囲網で構築しようとしているですね、経済体制の中でですね、大人さんははぶられてしまうということになるだろうということでございます。とってもいいことがいい記事です。もう今僕私3割ぐらいしか読めてないと思うんですね。だいぶ長い4ページに渡る記事なんですよ。皆さんぜひ読んでいただければと思います。これ貼っときます。これは大丈夫でしょう。はい、ということでデイリー新潮の記事でございました。皆さんどうもありがとうございます。